カピラボ。皆さんどうもこんにちは。カピラボのカピさんです。前回の動画で皆さんがお掃除動画好きなのが分かってびっくりしています。今回は前回のに引き続き、と行きたいところなのですが、続きの動画の撮影に手こずっているため、今回は違うお話となります。今回はまたハードオフで買ってきたジャンク品のお話です。それではどうぞー。前回美味しい思いをしたのでまたも仕事の休憩中に寄り道。今日も良いものあるかなぁと店内へ。お、あれは今時期のガオファイガーか?とおもちゃコーナーをガン見した後にジャンクコーナーへ。ジャンクコーナーをいつも通り念入りに見ていると、ジャンクのショーケースの中に、ジャンク品には似合わない額の値札が。うわ。i7870 が1万1000円とか何考えてるんだ?ちょっと値付けおかしいよね。と流し見していたら、プークスクス、やばい超ウケるんですけど、カピったら頭だけじゃなくて目も悪いのね。悪口が聞こえたぞ。私は最上級 CPU の i7-8700 よ。どこの自作も喉から手が出るぐらい欲しいに決まってるわ。嘘?ゼロが1個多い ?i7-8700 だー。でも、最近偽物出回ってるしジャンク品に1万、1000円はきついよな。スルーするか。お願いよー。もうジャンク品のショーケースの中は嫌なのよ。私が売れ残ると店長が怒るの。頑張るから、今回は私全力で頑張るからー。ということで。こちらジャンク品なので返品交換。あ、大丈夫です。あざしたー。はぁ、やってしまった。クールポコ状態。はい、ということで購入してきました。こちらジャンクの i7-8700 です。最近リマーク品やヒートスプレッタだけすり替えた偽物が多く出回っているハイエンド CPU です。ヤフオクやメルカリのジャンクハイエンド CPU はそのような偽物が多いです。今回の CPU は果たして本物か。ちなみに表面はこんな感じです。特に刻印の乱れや文字の大きさの違いもなく動作品の CPU と違いは見られませんでした。裏面はこんな感じ。これも基板のチップ配列に違いは見られません。セレロンやペンティアムとすり替えられているとこの配列でわかるみたいです。また、空割りされたような跡もありませんでした。一応偽物の見分け方としましては、CPU の FPO とシリアルをインテルのサポートの保証情報に打ち込むと、ボックス版かの確認はできるようです。ボックス版では FPO と5桁のシリアルを打ち込むとこのように丸印が出ます。まあ、FPO とシリアルの両方が偽装されていた場合は見抜けませんか。続いて偽装品を打ち込むとこうなります。基板とヒートスプレッタの番号が合わないと蒸気のような画面が出ます。このように製品が見つかりませんでしたと出るものは偽物と見て間違いないと思います。さて、この2つだけならまだいいのですが CPU にはボックス版とトレイ版があるみたいです。トレイ版だとこのような表示が出ます。BTO とかメーカー PC に使われていた CPU はトレイ版のようです。今回はこのトレイ版ということでした。正直この場合は本物だか偽物だかよくわかりませんでした。まあ、製品が見つからないって表記ではなかったのでワンチャンあるかって思いチャレンジしてみることにしました。そしてついでにこの子も動作確認していきます。ジャンク品の動作確認にジャンク使うなんて正気かって言われそうですが、この子しかマザーがありませんでした。この子はアースロック製の H370Pro4 になります。2ヶ月ほど前に動作未チェックのものを3300円で購入して放置してありました。CPU がなかったので動作確認ができなかったのです。もしこれで動作確認が取れないようならラボメンナンバー005の五郎くんの PC を勝手に拝借してきます。こちらジャンクなのに付属品は豊富でした。パネル2。ドライバ CD。SATA ケーブル。M.2 のネジまで入ってました。大事なソケットピンの様子はこんな感じ。折れや曲がりもなくていい感じです。これならマザーは問題なく起動するかも。個人的に付属品がしっかりしているジャンクマザーは動作率が高い気がします。ピン曲がりがないことが前提ですけどね。それで履く見込みと確認をしていきましょう。まずは CPU の設置ですね。一応ジャンクですがマザーはこれ1枚しかないので慎重にやっていきます。
AMD は CPU 側のピン折れが怖いし、インテルはマザー側のピン折れが怖い。もうそろそろ SD カードみたいなスロットの CPU とかマザーが出てくれてもいいんではないでしょうか。押し込むだけの CPU とか楽でいいですよね。メーカーさんの技術革新を期待します。折れないピンを開発するかピンをなくしていただけると助かります。これで CPU の固定は終了。なんかよくわからない歯磨き粉のようなグリスを塗ります。 25g も入っていてたくさん動作確認するジャンカーには助かります。いい加減熱伝導シートみたいなの買おうかな。あれは性能どうなんですかね。あ、この歯磨き粉は結構シャバシャバなので少量にしておきます。確かつくもさんで買ったんだっけな。そうしたら CPU クーラーをつけます。クーラーはリテールです。まあ、常用するわけじゃないし問題ないよね。4点を固定してピン刺していきます。そういえば前回の PC なんですけど、一応検証で GPU を3種類使ってゲーム性能を見ていくつもりです。今、ゲームをダウンロードしているんですが、フォートナイトと PUBG の容量が多くてダウンロードにめちゃくちゃ時間がかかってます。うちは回線が弱いので時間ばっかり取られて大変です。いい加減ニューロ光とかにしようかなって計画中です。 CPU クーラーをつけ終わったらメモリを刺します。最小構成で試すのでまずは 8GB1 枚でいきます。ちなみに DDR4 対応です。でも、購入金額10,000円で i7-8700 が起動したらかなり嬉しいですよね。購入時に一応店員さんに、この CPU はメーカー PC とかから取り外したんですか？って聞いたんですけど、パーツだけの持ち込みだったらしいです。正直パーツだけの持ち込みで、i7-8700 を二足三文で売るとは思えませんよね。販売価格が10,000円ってことは、多分高くても3,000円買い取りはしてないですよね。CPU を売りに来るくらいの人は相場は知っていそうですよね。あと、この店に結構性能のいいグラボも何個か売られていました。確か GTX 1060の 3GB モデルだったかな ?3 枚ともお値段は10,000円でした。6GB モデルなら購入していたんだけど、最近グラボも買いすぎたからしばらくは自粛ですね。グラボといえば今度 SLI にもチャレンジしてみます。話しすぎて電源まで言ってた。電源は FSP の 500W 電源で試していきます。あとは隠し配線をして終了。動画ネタとしては10,000円のジャンク CPU とかは良いかもしれないですけど動かなかったらお財布には痛いな。いろいろ差し込んで準備は完了です。緊張するな。それでは確認していきましょう。それではスイッチオン。この CPU はダメ神なのか、本当の女神なのか、緊張の一瞬です。とりあえずファンは回っている。あとは出力があるか。お、マジか。とりあえず認識はしてるようです。あとは中身が本物かですね。中身が i3 だったり i5 だったりするかもしれない。あとマザーが無事そうでよかった。BIOS 入ってみます。マジか。ちゃんと i7-8700 でした。だ女神とか言ってすみません。本物の女神でした。まさか第8世代のジャンクの i7-8700 が動くとは、驚きを隠せません。本当に嬉しい。これで PC 組みます。この後 SSD とメモリを取り付けて Windows 10をインストールしました。一旦 Windows 10ホームをインストールしてみます。一応中古マザーだからデジタル認証通るかな？まあ、高望みしすぎですよね。さすがにそこまではないでしょう。とりあえずインストールは完了して無事に OS を入れることができました。まずはタスクマネージャーを眺めてみましょう。6コア、12スレッドの正真正銘の8700となります。このスレッドが多いのいいですよね。無駄に眺めてしまいます。メモリも 16GB でしっかり認識してますね。SSD も問題ありません。それではシネベンチ R15 でスコアを取ってみます。まずはマルチで。おーおー。スピード速いですね。さすが8700、さすが女神様。あっという間にベンチマークが終わっていきます。これはスコアも期待できるでしょう。最近第2世代とか第3世代をいじっていたから、こんなに速いとはって思いました。これだけ性能良かったら中古で3万円とかは納得ですね。でもライゼンの方が安くて性能は高いのか。最
最終的なスコアは1374でした。最近触ったジャンク品の中では圧倒的です。間違いなくカピラボジャンクのナンバーワン CPU です。次はシングル。シングルはさすがに長いので倍速で。でも結構スピードは速い。シングルは197でした。もう少しで200ですね。かなりいいスコア。これにてシネベンチは終了。ちなみにデジタルライセンス認証はホームでもプロでも通りませんでした。残念。それでは今回はここまで。皆さん今回の動画はいかがだったでしょうか？まさかこのジャンク CPU が使えるとは。ですよね。これだからハードオフはやめられないです。いつも見ていただきありがとうございます。それではまた。